皆さん、マスです。今日はですね、ちょっとお察しの通り数歩後のラストランになります。本当にめちゃめちゃ久しぶりの数歩後のお出かけになります。まあね、ちょっと数歩後の方はですね、知り合いの方に譲ることになりまして、なのでもう今日がもうこれがワッスとスーファーのラストランです。いやー、いろいろ連れて行ってもらいましたよ、こやつに。もともとね、大型免許を取ってたから、まあいつかは乗り換えをしようとは思ってたんだけど、結構ね、自分が思ってるより愛着湧きすぎて愛着湧きすぎちゃってね、本当にね、バイク乗りたての時にもう選んだバイクって、私はね、その絶対これに乗りたいっていう意気込みで買ったわけじゃないし、なんならこう教習車やし乗り慣れてるから運転しやすいだろうっていう魂胆で買ったからさ、もうなんか最初本当に最初は交通手段にしか考えてなかったね。最初は交通手段にしか考えてなかったんですけど、やっぱりね、ちょっと雲行き怪しくなってない？まあというわけでね、今日はちょっとスーフォアと思い出を深めに行こうと思います。いや、マジで嬉しいの、本当に久々乗れてマジで嬉しいの。いや、毎日乗ってるよ、好きね。藤井寺、相変わらずハリテラス人多いね。いやー、行こうか悩んだけど、行ってもな、行ったところでな、トイレは行きたいけどな、トイレなんかコンビニでも行けるもんな。地図アプリでバーって見ていってた時に、たまたまちょっと見つけて、私の最近のツーリングスポットの探し方、マップから探す方式やからさ、オカメの湯、あ、ソニーの方か。ソニー高原もね、めちゃめちゃ良かったですわ、すすき。個人的にはね、和歌山の、忘れした、和歌山のあれ、あそこ、生石って書くとこ、あれ生石、漢字出てくるのにな、あれ生石、おいし高原や、おいし高原の方がね、個人的にはおすすめ。痛い、マジ大丈夫、これ敷地内じゃない、やばいんだけど、なんかめちゃめちゃ山に入ってるんだけど、マムシ注意、マムシ、え、待って、もうちょいちゃんと説明しなさいよ。道だよな、あ、あれや、あ、すごい、痛い、
自分の腕の短さが、いや、めっちゃ大きいですわ。うわ、めっちゃいい。ほら、めちゃめちゃ自然ですわ。もう昼なんやけど、おかしいな。気持ちいい、最高。やっほー。今の人、黄色のあれやね、グローブしてたね。私の家にもね、プレゼン、タンプレでね、もらったね、革の、なんか香川県で買ったんかな、革のグローブもらったんやけどね、なんかさ、ほら、防犯の音、ブザー鳴るやつ、あれをね、あれがつけっぱなしでね、もうラッピングされてて、あれ外さん限り使えんくって、もう外し方もわからんくって、店に持って行こうにも香川県やからなかなか行けんくってね、1年ぐらい飾ってるわ。いやー、綺麗だー。あ、川上村、あ、これはもしや下北山村が近いんじゃないですか。もうマジで桜マジで良かった。もう本当本当おすすめ、マジでおすすめ。うん、トンネルマジでお尻が痛いんですけど、道悪くないですか。到着しました。やっぱりね、このクソ暑い中ただただ走ってるだけじゃ正直きついっす。なので水を浴びてから帰ろうと。いやー、けどドラキョンも久しぶりやな。いいねー、懐かしのドラキョン。ゆっくりした。もうね、今年なヨボヨボなんですよ。もう濡れ終わってる。何個靴下かな、忘れた。いや、やばくない。よいしょ。うわ、いや、あ、結構濡れそうだ。あー、やばー、やばー、気持ちいい。ことですし、帰りましょう。はい、ということで今日はこれで帰ります。いやー、ほんとお世話になりました。いや、もうすごいいい相棒でしたよ。次のオーナーのとこ行っても優しく扱ってくれるでしょう。ほな、最後頑張ってくれよ。ありがとう、いっぱいお世話かけました。じゃあ帰るまでがツーリングでございます。無事に家まで頑張ってください。じゃあ行こう。